奥塚聖典は、日本の政治家。大分県中津市長。中津市立和田小学校、中津市立東、中津中学校、大分県立中津北高等学校卒業。1977年3月、京都大学経済学部卒業。同年4月、大分県庁に採用される。2013年、大分航空ターミナル株式。 会社代表取締役社長に就任。2015年11月15日に行われた中津市長選挙に立候補し、団体役員の新人を破り初当選した。11月17日、市長就任。当日有権者数68,056人、最終投票率 48.85%2019 年10月13日、告示。 10月20日執行の市長選挙で無投票により再選。2019年8月22日、奥塚は自身が代表を務める資金管理団体、明日の中津を作る会に150万円を寄付。同年8月26日、明日の中津を作る会は政治団体、奥塚聖天講演会に150万円を寄付。公職選挙法では候補者本人から 講演会組織への寄付を一定期間禁じているが、約2月後に市長選があったことから、迂回献金の疑いが指摘された。ありがとうございます。